今僕は動物と人間が幸せに共生できて一匹でも不幸な動物をいなくするっていうことを目標に掲げて活動を行っています。 これから行う活動についてのご意見などはメンバーシップの CH ファミリーでも今後皆さんからご意見をいただくために配信をしていこうと思っています気になる方はメンバーシップの登録をぜひお願いしますで今回なんですけれどもこの間 SNSX でチンチラが逃げてしまったっていう投稿を目にしましたでその投稿を知ったのはもう保護された後なんですねたただそのの逃げててしまった時っ時いうのは 全然拡散されなかったみたたたいいで多くの方がそれれにに気づいた時には保護された後だったようなんですねで今回の例に限らず今までもチンチラやデグーが逃げてしまったっていう情報は多々目にしていたんですけれどもこれを踏まえた上で僕にも何かご協力することはできないかと思っていろいろ考えた結果なんですけれども今後チンチラやデグーが逃げてしまった場合には逃げた情報を投稿していただいた後に X のアカウントチーチャンネルの dm に拡散依頼をいただければ僕の方からも少しでも多くの方に探してもらうために拡散のお手伝いをさせていただきますもしインスタとかスレッズのアカウントしか持っていない方は緊急で x のアカウントを作っていただいて x で投稿した後に僕の dm に拡散依頼を送っていただければその投稿を引用して僕の方からも投稿をさせていただきます 緊急でお探しの方は僕の方にも DM を送っていただければと思いますご注意いただきたい点なんですけれどもそれ以外の内容を DM で送られても今まで通り僕は一切返信は行いませんのでご注意いただければと思いますそれ以外の DM をたくさん送られてしまうと緊急の DM を見過ごす原因にもなってしまうので送らないようにしてください探してほしいお願いの投稿については皆さんも拡散していただいてお力を を貸していいただければと思います今後も「ちーチャンネル」ではこういった活動も踏まえていろいろなことを行っていく予定です今この動画を見てくださっている視聴者さんも今後僕が行う活動の中で小さなことでも構いませんのでご協力をお願いします。